こんにちは、ヤスです。しょうもない小話第2回、3ヶ月ぶりでしょうかね。では行きましょう。プラグインソフトウェアなんかを出しているメルダプロダクションってありますよね。僕ね、メルダプロダクションって名前聞くたんびにですね、いつもちょっとクスッとしてしまうんですけれども、それはなぜかというとね、メルダってポルトガル語でクソって意味なんですよ。日本語で言うところのクソ野郎っていう言葉の時のクソ、ああいう意味のクソなんですよね、メルダって。ただしね、綴りは違うんですけど、メルダプロダクションの方は MELDA なんですけど、ポルゴの方のクソのメルダは R なのね。メルダって言うんですけど、それがクソっていう意味なので、でそれを日本語として言った時にどっちもメルダになるわけですよ。なのでメルダプロダクションって聞くとクソプロダクションっていうのがとっさに頭の中で変換されてしまって、いつもちょっとクスって、笑ってしまうっていうね。まあでもいろんな製品出していて、それなりに人気もあるところなので、まあいい製品なんかもねありますからね。全然クソプロダクションでもなんでもないんですけど、クソプロダクションに聞こえるのでちょっとクスッとしてしまう。メロディーラインの入り方が4音以上順次加工していき、かつそれがワンコード内に収まっているもの、そういう曲はだいたいダサくという持論なんですけど、いかがでしょうかね。例えばね、どういう形かというと、ドシラソみたいな感じで半音ないしは全音の距離でつながって、それが4音以上続く、立て続けに8分音符でタタタタタとかね、入るような、そういった入り方のメロディーライン、そういう音型のやつですね。出だしがですよ。でそういう曲で名曲って多分ないと思うんですけど、だいたいそういう曲聞くって取り留めがないメロディーライン、全体的にもそういう作りになってしまっていたり、ただガチャガチャしてるだけだったり、なんかこう曲が向いてる方向がお客さんの方じゃなくて自分の方向いてるっていうか、こう内向きな感じだったりして、なんか面白くない。でなんでだろうなって思ったんですけど、まあ、僕なりに考えた結論としてはですね、上からはーってこう、例えば歌物だったりとかするとはーみたいな感じで高いところから始まると、なんかはーってちょっとこうなんかビジュアル系というか、なんかすごく自分の中で気持ちが盛り上がってるだけみたいな状態になる。いきなりそのテンションで来られてもこっちついてこれないよねみたいな感じになっちゃって、でそっからはーみたいな感じで落ちて来られてもなんかついていけないんですよねっていうような状態になりやすいメロディーの音型なんですよね、その音の形がね。なのでそういう雰囲気にもうなりやすいので、曲全体がそうなっちゃう。逆にその下から上に上がる出だしですよ、本当に出だしね、そういうものって名曲多いんですけど、5度上がるとかね、オクターブ上がるとかね、そういうのは多いからね。あと、まあ、例えば落ちていく加工する形から始まるメロディーラインでも、例えば「Fly Me to the Moon」みたいにそのコードが変わる方向への着地点に向かって落ちていくとかね、あれもうタラララってもう1音目が伸びてるからちょっともうこれには当てはまらないんですけど、例えばタラララってこう落ちてきたとしてもパッとこうコードが変わるんだったらまだ大丈夫な感じですかね。だからあれは加工してはいるけど伸びてるしコード変わるしっていうことで別にこれに当てはまらないんですよ。あれは名曲ですよね。立て続けにタラララってみたいなこう落ちていくやつっていうのはもう僕の中ではダサくしかないなという感じなんですけど、いかがでしょうか。もう一つ失敗曲の例なんですけれども、サビで転調する曲は大体失敗。どういうことかというと、
A メロ B メロサビみたいなね、まあ、古典的な J-POP の形式で進んでいく曲があったとしますよね。と A メロ B メロはその最初からあるキーで進行しているのに、突然サビだけ転調して、もうサビがごっそり別のキーになってるっていうタイプの曲って、まあアニソンなんかでたまに聞くんですけど、たまに稀にかな、ぐらい聞くんですけれども、大体失敗してるかなという印象です。であれって多分ですけど、作ったはいいけどサビのメロディーが高すぎて歌えないとかね、要はメロディーラインの音域が全体的にひどくなりすぎてしまって歌う人が歌えないっていう状態になってしまってたので、キーをやむなく変えたみたいなね、大抵はそんな感じの経緯じゃないかなとは思うんですよ。でなんでサビで転調すると大体失敗っていうか、要は盛り上がらないんですよね。でその盛り上がらないのは A メロ B メロときて、もう B メロってサビで盛り上がるために準備された、そのキーで準備されたメロディーな箇所なわけですよね。ところがそれが違う予定外のものが来るということになったら、それは盛り上がらないよねって話なんですよね。音的にとかね、理論的に間違ってはいないけど、盛り上がらないよねっていうのを聞いてて、誰しも想像するブワッと広がる響きが来ないので、当然盛り上がらないと。まあそれで当たり前だよねっていうことなんですけれどもね。まあ、ただしね、盛り上がる場合もあります。例えばキーが C だったりとかした場合に、サビのコード、入り方のコードが例えば、F シャープマイナーセブンスフラット5から入るとかね、だと結構その感動的な強いサビの入り方になったりとかするんですよ。でまあそこから F マイナーセブンスE-7 みたいに落ちていくんですけれども、これはまあ借用というにはもうちょっと長いですけれども、本当にごくごく短い転調になって、もう E でピボットですぐもう戻ってきてるような感じになるのね。だからそんなにいい異質感っていうのはないんですけど、こういう場合だと盛り上がったり、うまく盛り上がったりはしますけれども、ごっそりなんか別のキー、最初そこなんかトニックで始まる入るサビなんじゃないのみたいのがなんか違うところで始まったりとかすると、大体まあ失敗かなという感じになりますので、もうこういう場合はもうメロディーラインをね、僕はね捨てた方がいいなと思いますね。サビはまたサビで別の曲で使うように取っておいて、でまあ新たに歌えるちゃんと音域が整ったサビを作った方が総合的にはいいかなと思います。転売問題なんですが、まあネット上ではたまにその消費者の怒りの声バーサス転売屋の持論みたいなのね、勃発していますけど、まあこういろいろこう理屈がね、いやこれこれこうだからこうなんだみたいな、ダメなんだとかね、いやいやそうじゃないこうだからいいんだみたいなねことはまあありますけども、まあああいうの小難しくてなんか読むのすらめんどくさいなという方に、まあ簡単に なぜ転売屋が反感買うかっていう理由なんですけど、すごくシンプルなんですが、今の商売この市場ですよねの仕組みって、大半の人が納得して買い物して生活してるじゃないですか。でそれぶっ壊すから反感買うんですよっていう非常にシンプルな理由、みんなが納得してるものをぶっ壊したらそれ反感買うよね、ぶっ壊して不利益被るようになるので、そりゃまあ怒りを買うよねっていうね、っていうのはまあ当たり前の話なんですよね。まあ、経済学的にどうたらこうたらとかね、そういう意見もまあ昔からありますけれども、単純にみんなが受け入れてるものをぶっ壊して受け入れがたいものを突きつけるので怒るよねっていうそういうことですよね、っていうところが、まあ怒られてる、怒りが行動を引き起こすわけですからね。まあ論争の勃発、一番根底にあることじゃないかなと思います。
まあ転売屋さんはまずなんかね、その商社とかでやってること同じだみたいな意見なんかもまあ見かけたことありますけれども、いやいやいやっていうねあのなんか商売敵が違うよね。小売店が商売敵じゃなくてお客さんが商売敵になってますからね。まあ中にはいい転売もあるとは思いますけれども、例えば売れ残って誰も買わないみたいなのをごっそり買い取ってくれるとかだったらね、生産者は大喜びですけれども、まあそんなのはほぼないでしょう。でまああとはその売れ残ってるけれども、あの地方にいる人、遠くにその通販もしてないので現地に行かないと購入できないみたいなねものだったら買って転売するっていうのもまあこれも喜ばれるんじゃないかなとは思いますけど、まあ大体売れ残ってるものには手出しませんよね転売はねなのでまあこういうのは稀なケースかなと思います。僕ね、今年1月18日誕生日だったんですけれども、その日にねすごいいい夢見ました。タレントの中条あやみさんって言いますよね、僕大好きなんですけれども、彼女とイチャイチャ青春してる夢見たんですよ。でもう本当に清々しい草原でなんかこう2人ではしゃぎまくって走ったりなんかしてキャッキャウフフしてるっていう、すごく清々しい青春イチャイチャの夢を見ました。もうね、満面の笑顔をずっと僕の方に向けてるんですよね。最高です。でね、その夢を見てて目が覚めたんですが、目が覚めた時間が18日の24時5分、まあ、つまり19日ですね、19日の5分。神様はね、5分もサービスしてくれたんですよ。最高ですよ。昔の名曲で、もしもピアノが弾けたならという曲があるんですが、まあ、西田敏行さんが歌ってるんですけれども、この歌詞で僕にはピアノが弾けないって、なんかだからこうそれに乗せて歌にしてしまえばこう彼女に思いの丈を伝えられるのにみたいな曲なんですけれども、この曲僕思うに、彼女に思いを伝えたいんならもうちょっと得意な方法を選んだらいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、なんかこう不器用な男をねイメージしてる曲なんですけれども、うん、ただでさえただ言葉ですら伝えられなくて悩んでいるのに、なんでそれが弾けない、この人ピアノ弾けないんですよ弾けないのに、弾けないピアノを使ってさらに弾き語りしようみたいに考えていて、ハードル上げてしまうっていうところがね、でそれで悩んでいるんですよね。まあ、なかなか面白いなと思うところなんですが、そんなことよりもですね、まあちょっともうちょっとリアルな話すると、思いを伝えるということが最重要なはずなんですけれども、思いを伝えるということよりも伝え方、自分の理想の伝え方、ピアノ弾いて弾き語りだっていうね、その手段へのこだわりの方が優先順位が高いんですよねそこが不思議なところで、まあ僕に言わせればですね、その程度の好きならスルーして次の恋を見つけていいんじゃないかなと思います。いかがでしょうかね。ちなみに池中玄太80キロというねドラマなんですけどね、僕いつもねあのドラマのこうパッと思い浮かぶ時にね、西田敏行80キロって言っちゃってですね、そのたんびに妻に笑われます。まあ、そりゃ彼80キロはあるとは思うけどさって言ってね。昔ね、ゲーム会社をサウンドクリエイター志望で受けた友達がいたんですけれども、で、まあ、作品は通って面接で、その面接での話なんですけれども、まあいろいろ喋って、何か質問ありませんかってこう聞かれたみたいなんですよ。でそこで例えばこう社会人になって、要はそのエキスパートとしてやっていく、でも嫌でも作らなきゃいけないみたいな状況とかって、まあ、当然あるわけじゃないですか。そういうことが心配に思ってたのかなと思うんですけれども、その質問がね、枯渇したらどうするんですかっていうね、要はそこ仕事ができなくなっちゃった場合ってどうするんですかっていうことを聞いたみたいなんですよ。でももちろんその
面接してくれてる人の中でサウンドクリエイター現役のね方もいるの でその人に枯渇したらどうするんですかって聞いたんですって。そしたらその人ね、枯渇しないとね、もうシンプルに一言言われて終わったそうですまあね、僕も前このチャンネルで枯渇っていうのはただの勘違いですよっていう動画出しましたけれども、そう、枯渇っていうのは起こりえないんですよね、まあ、ただの錯覚なので、うん、だからその本当にその答えてくれた方はもう何年もそのエキスパートとしてちゃんとサウンドクリエイターで、ね、音楽作ってサウンドの仕事をしてる方だったんだろうなというのが伺えるわけなんですよね。回答した人はそれを分かってるはずなんですよね。なので枯渇しないって言われて終わったそうです、まあ、ちなみにその会社落ちたみたいですけどね。いまだにこう受け入れられないというか信じられないことがあるんですけれども、神田沙也加さんってもう亡くなられていらっしゃらないんですよね。まあなんか本当に悲しい残念な出来事だったんですけれども、まあいまだにこう受け入れがたいみたいなところがあるほど、こう生々しく生きてらっしゃった方だなというところで、本当に悲しく残念でたまりません。ロシアがウクライナに戦争犯罪をしまくってる今現在、まあ始まってからいろんな意見が飛び交ってますけれども、僕本当に言いたいなって思うのが、ランボー最後の聖戦を見ろ、ランボー最後の聖戦を見てからもう一回意見を聞かせてくれって思うことが本当に多いです。あの映画、まあ、見た方も多いと思いますけれども、実際に武力というものが目の前に自分に降りかかってきた時に人間どうせざるを得ないのかっていうことが、まあ、はっきりと小学生でも分かりやすいように映像化されてるし、セリフでも出てくるので、そういう意味でも非常にいい映画だなと思います。まずあれ見てからで、それが現実に起きるんだよっていう、ね、そこを考えてもらってもう一回意見を、伺いたいなと思うことはよくあります。ランボー最後の聖戦を見ろ。水商売の女性が低く見られるっていう、まあ、要はそういう低く見る考え方っていうのが、まあ、稀にそういう考えにこう接してしまうことっていうのがあるんですけれども、昭和の時代ならまだいざ知らず身を落とすというイメージがね、まあ、あってもまだわからないでもないですけど、今このご時世でですね、いまだにそういう考えってあるんだなってこう驚くことっていうのがね、たまにありますね。接客業のエキスパートとしてすごいと思うんですけどね、あれやっぱ大変ですよね。厄介なお客さんなんかもいるだろうし、そういうのをうまくいなしつつ日々体ボロボロになってやらなきゃいけないっていうですね、すごい大変ですごいことやってるなと思うわけですよ。なのでまあ今のご時世ではそんな価値観で、なんかこう低く見るみたいな価値観でだいぶ薄れてるとは思いますけれども、ね、それでもまだあるっていうのはなんかこうすごい違和感がありますね。僕昔ちょっとねこうバーテンダーをしてたことがあったんですけど、まあそこの店のママにと喧嘩になってで最終的に人狼の瓶で頭ぶん殴られたっていう事件があったんですけどその話表に出てたらちょっとした事件だよねっていうようなことなんですけどまあそんなことがあって僕は辞めたんですが、そこではね、まあ、僕はねバーテンダーではありましたけど、まあもちろん接客もねあって、バーテンダー兼ボディーガードでもあったんですよ。でボディーガードっていうとなんかこうアメリカの映画で出て
ックルさ、なんか門に入り口に立ってさ、ごっついゴリマッチョなお兄さんたちみたいなね、ああいうのなんか想像してしまうかもしれないですけど、全然ねボディーガードってあのね、ひょろひょろのもやしっこでも務まるんですよ。あのなぜかというとですね、問題を起こす厄介な客ってもうベロンベロンに酔っ払ってんのね。だからまさになんかの歌詞じゃないですけど、指先一つでダウンできるんですよそういうやつしか問題を起こさないので、さっさと退場願っておしまいなので、あのボディーガードってあのひょろひょろな喧嘩弱い人でも全然できるってね、そういうお仕事でしたね。ああ、仕事自体はなかなか面白かったですけれども、なんか本当にお客さんとか僕、結構ねお客さん、まあ当然ですけど男の人が多いんですけど、割と年上の男の人に僕あの好かれる傾向にあったんで、結構チップとかもらえるんですよね、うん、なんでまあそういう意味でも美味しかったけど、なかなかねあの女の子たち大変だなって思ったのは、あのお客さんとの接し方だけじゃなくてですね、あの近隣にあるあの同業者との付き合いもあるんですよ。同業者の方にお金を落として行ったりとかね、要はお店が終わってからの明け方近く、その同業者のお店にお金を落としに飲みに行くみたいな、ね、うん、そういう付き合いなんかもやってたりして、大変だなと思いましたね。もう身が持たないよって思いましたね。さて最後におまけのプラスワンの小話なんですが、以前ジェイコブさんの著書の中でもね書かれてることで紹介して、あの曲、まあ、とにかく退屈させるなと、音楽を作る時ね、その曲を聴いてくれた人を退屈させるなというようなこともありましたけれども、あのそれをね実感できるアニメがあります。マイッチングマチコ先生って往年の名作ですけれども、あのもうひたすらセクハラ三昧なあのストーリーっていうですね、もう今のご時世あれまともに地上波で放送絶対できないよねって思いますけれども、あのマイッチングマチコ先生っていうアニメがねあったんですよ。今あのアマプラで無料で見られるようになってます。でそれのね1話だけでいいので見てみてください、見たことない方ね。あのね1話ねすごいですよ。とにかくもう矢継ぎ早にあの手この手でエロいセクハラ出してくるんですよ。もう息つく間もないほどセクハラしまくりがずっと続くっていうですね、もう飽きさせないっていう、飽きさせない気合っていうものをね強く感じられる作品になってますので、あれねちょっと見てみてください。あ、なるほど、曲を要は聴いてる人、見てくれてる人、聴いてる人にね飽きさせない、退屈させないっていうのはこういうことかというのが、まあ映像として作品、あのお話のある作品として、まあ、非常に分かりやすく、体験できるので、マイッチングマチコ先生の1話だけ見てください、うん、退屈させないとはどういうことかと、もうその手法や気合ですね、うん、っていうのがよくわかるのでおすすめです。ということで今回のしょうもない小話第2回これで終わります。お付き合いいただきありがとうございました。安でした。では皆さん良いゴールデンウィーク、もう中盤越しましたかね、お過ごしください。安でした。ではまた。